好きなんですよ、やっぱりトマト作りが、うん、まあいいことばっかりじゃないんですけど、やっぱりやってて楽しいです。そもそもこの授業をすること自体が反対だったので、家の人が大反対、今でも率先して面倒くさいことも面倒くさがらずに、1年に1回しか作れないので、全てが一発勝負かなと。だからあの時あの消毒しとけばよかったとか、ああしとけばよかったとか思わないように、思ったらやるようにしてます。ちょっとの作業も頑張ってこういい作物を作ろうという気持ちでやってますから思うようにいかないのが現状ですけど暑いぞ、最上の野菜やっぱり粘り強い。 俺だけじゃねえ、ほんと他の人たちみんな粘り強い。トマト栽培をしていた小先輩方がよ、やっぱりそうやって粘り強くトマト栽培やってきてけったからって、だから今の我々若い世代がいることができると。仕事の持久力体が、うん、その粘り強さとかね、やっぱりそういうのは我々は曲げないと思いますよ、本当に。それは自信あるな、確かに。仕事を、いい仕事をするっていうことはかな、人を大事に、トマト栽培さ当たっていくっていうのが俺今実感しているところですよ。とにかくそのトマトの新規就農者をやっぱり増やさないとダメだ、本当。やっぱりこうみんながにゃそのトマト栽培さ携わってもらって、これで全体の出荷量が増えるっていうことがやっぱり私は一番、願いだね、それが私のよ、まあでも一番やっぱりよ、美味しいってことだよ。うまいもの作れっからにゃ、ここら辺の気候がにゃ、だからやっぱりそれが一番の強みだね。でが暑いぞ、最上の野菜。